もういくつ寝るとお正月、お正月にはパチ打って、はい、ってことでサブスタンス、お疲れちゃん、年の瀬、皆さんどうお過ごしでしょうか。高橋です。今日はちょっとですね、見てこれ、これ何かわかる、みんなわかる、これね、なんと僕たち4人、レジスタンス4人に当てられた手紙たちなんですよ。すごいっしょこの量。もうレジスタンス結成当初の2018年10月31日からもう一番最初のからの手紙からの歴代の手紙をずっとこのボックスに保管しているわけですよ皆さん。はい、配信とかでは手紙読んだよとか言ってるんですけど、ちゃんと読んでんのかと、我ら4人ちゃんと手紙読んでるんかと。ちゃんと読んでます、ちゃんと目は通させてもらってます。なんですけど、中にも結構面白い内容の手紙とかあったし、ちょっと一旦振り返りたいなと思って、ちょっと手紙読むわ。いや本当はメンバー4人でワイワイキャーキャーバシャバシャ言いながら手紙読みたかったんけど、まあみんな忙しいから、ちょっと今日私一人でこの過去の手紙の中でまあ何個かちょっと読もうかなと、読まさせていただきます、僭越ながら。もう今2021年やろ、2018年からやから、もう3年分の手紙がこの中に全部詰まってるわけですよ。ありがとうございます皆さん、本当に。もちろんね、全部が全部読むわけにはいかんから、ここで今すぐね、でちょっと何個か適当に見つけて読もうかな。で4人全員宛てのものもあれば、一人一人に宛てた手紙もあるから、せやね、はっちゃん、適当に取るか。タタ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 、はい、お、レジスタンスリョツ様、ツカキュン様、木村さんからのお手紙ですね。一回全部ちゃんと目を通…あ、めっちゃ長文でくれてるわ、すごいわ。これいつやろ、ツカキュンとリョツ様やから、まだ二人でやってる時のやつかな。はじめまして、私は栃木県に住んでいるゆいです。全部はちょっと読まれへんな。YouTube を始めた時から毎日動画を上げているレジスタンスさんが事務所に所属しているということを知った時、とても嬉しかったです。おめでとうございます。おーおーおー、事務所所属やから、キーに所属してすぐぐらいにもらった手紙やね。いやーすごいな、歴史的やな。これからも応援するので楽しい動画を待っています。そしてまたファンレターたくさん送っていけたらと思います。ありがとうございます。お話は変わりますが、お手紙とおまけでプレゼントも同封しました。編集やバイト撮影等で疲れることが多いかなと思い選びました。多分あれかな、アイマスクとかやったのかな。まだキューレージハウスの時の話ですね、きっとこの手紙は。すごいな、3枚も。もうぎっしり。すごくね。ありがとう、ゆいちゃん。どんどんいくよ。たったた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 これは多分あれやな、この手紙の外があれや、ゴリラでいっぱいやから、りょっくん宛てなんかな。レジスタンスりょつとつかきゅん、おー、あ、チャンバーさんや、知ってるわ。りょつつかきゅん宛てでしたね。毎日動画、毎日投稿、みんな長いんよ。また3枚分も書いてくれてるわ、すごいな。おー、あ、1万人突破おめでとうって書いてるわ。1、2万人突破っていつや、めっちゃ前よな、すごいな。1万人突破のところは、多分俺は社会人として働いてたな。うん、死にそうになりながら、やめてーと思いながら働いてたわ。あとこういうなんかプレゼントも一緒にね、何個かは同封してるんですよ。チパチャップスの花束。どんどんいくよ。タッタ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 ッタタタッ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 タタラタタタタタタタ、ほい、わー、おしゃれな手紙やなこれ。お、リョツ様やって。はじめまして、サナミと言います。大学1年生です。あ、今回はお誕生日ということでファンレターを書かせていただきました。お誕生日おめでとうございます。面白くて一日に何本も見ています。おー、リョツさんをはじめ皆さんを見習って、新しく何かに挑戦できるように私も頑張りたいです。面白いところ、かっこいいところ、料理できちゃうところ、もうなんか総じて大好きです、ロッツさん。これからも頑張ってください。ずっと応援してます。ロックン、この手紙読んでたわ、ちゃんと。
だからまあ全部ちゃんと読んでんねんけどな。よかったね、りょっくん。あ、これとかもプレゼントでもらったやつ。はい。お、レジスタンスの皆様へ、ハッピーバレンタインです。バレンタイン、今年かな、これ。もうすぐ2月14日なので、チョコレートを送ります。あ、チョコレートボンボンね。はい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 。レジスタンスを見始めてから1年半ぐらいになりますが、いつも元気をもらっています。いやいや、あと、りょっくんのお散歩配信が大好きです。あ、りょっくん散歩してたな。最近、してないけど。うん、これからもずっと応援してまーす、って。はい、たったたったたった。おぉー、すごい。見て。すごいなぁ。このファイルごとかな？背景つかきゅん、背景りょつ。すげえ。うわ、すごい。見てこれ。1万人。お、すごいな。1万人突破。おー、すげえ。1万人レジスタンス突破おめでとう。すげえ。スカキュンがまだデスクトップじゃなくてノートパソコンで編集してた時代やね。すごいな。手紙もまたびっしりやで、ほら。すごいわ。目指せ100万人やって。背景スカキュン、背景両つ。またこれも2人でやってる時やね。あ、MacBook のケースを送りますので、これでモチベーション上がってくれると嬉しいです。あるわ、MacBook のケース。今、俺が使ってる。しょうこさんからでした。たったたった。これが目に入ったんで、引き弱い男優へと。これは多分、りょっくんのことかな。はい、ペッペから。ペッペも知ってんだよ、俺。レジスタンス3周年おめでとう。3周年。これはもうつい最近ですね。この手紙をりょっくんが読んでいるということは、もう私はこの世にはいないということですね。このノリ、一時期やってたな、あいつ。すぐ廃れたけど。オフ会で会うことを楽しみにしています。オフ会来てな、みんな。待ってんで。はい、次、た、あ、これピカチュウのやつもね、こっくるんだよ、これ。おい、お、来た、ケイちゃんへ。サーモン好きから、サーモン好きも俺知ってんで、一回読んだけど、もう一回ちょっと読みましょう。お久しぶりです。神戸の女子大生のサーモン好きです。年下やけど高橋くんからケイちゃん呼びに帰れて、距離感が近くなったなと感じてて、すごい嬉しいです。あー、動画を見てるとケイちゃんもカメラ慣れしてきて、キャラもめっちゃ増えてきて、あ、これはあれかな、誕生日にくれたやつかな。常に溢れ出ている優しい雰囲気でできた笑顔がめっちゃ好きです。時間のある限りレジスタンス仮メンバーとして楽しんでください。応援しています。どこかで会えたらいいですね。どこかで会えるかもね。実際あるからね、全然あんま外出えへんけどさ、俺は意外とブラブラしてるから、どっちやねんって話やけど。お、来た、みっちゃんへ。みっちゃんへ、体調いかがですか、いかがですか。私もみっちゃんと同じ病気になり、療養中にレジスタンスに出会いました。今はまだ薬は飲んでいますが、社会復帰しています。あ、そうかそうか。みっちゃんのみつことか大好きです。体にあまり無理のないようにお仕事楽しんでください。あ、にゃんごくにさんやわ。ありがとうございます。いや、そやな、みっちゃんもな、メインの動画でもあるけど、うつでね、会社行けんくなってみたいなやつがありましたけど、今はまだ薬飲んでいますか。いや、もう飲んで、いつからやったっけな、あいつ薬飲まんくなった。薬飲まんのはええねんけど、薬飲んでた時以上になんか異常者みたいなキャラが増えましたけどね。体にあまり無理のないように。あいつのキャラ気温無理ばっかしてるからな。いや、ありがたいなぁ。お、これなんや、ん、何やこれ。あれ、こんなんあったっけ。おぉ、すごい。あれ、これ知らんぞ俺。あ、痛み駅で会えたのが嬉しすぎて、生まれて初めて痛み市民でよかったと思いました。生のツカキュンかっこよすぎて、さらに大好きになりました。毎日編集は大変やと思いますが、応援しています。これからも頑張ってください。これすごいで、ね、おい、これ今隠してんの、あのご本人のね、女の子が写ってんねんけど、これすごいわ。俺初めて見たな、これ。痛み駅で会ったんやって。みんなも会えるで、痛み駅で。おいでや。はい、たったった。
ローションですね、これね。タッタ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 ッタッタッタ。タッタ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 ッタッタッタッ。お、海星来た。水島さんへ。海星、海星、この手紙。水島さんへ、こんにちは。僕はいつもレジスタンスの動画を見させていただいている海星と申します。先日の動画で水島さんの演技を見て上手だなと思いました。これからも頑張ってください。もっと水島さんのことを知りたい。ツイッター始めたらフォローします。あ、まだみっちゃんがツイッター始めてない頃のやつや。メリークリスマスって言ってるわ。メリークリスマス？去年か。去年かこれ。すごいな。去年の今頃ってことやんな。へぇー。とか、みっちゃんももう、動画出始めてもう1年ぐらい経つんか。感慨深いね。たった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 たた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 たえっと、たった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 たたたた。これいっぱい入って、おー！見てこれ。ハート型で、りょつさん、つかきゅんさんへって。で、これメンバー全員にかな、もう一個。レジスタンス、つかきゅん、りょつくんへ、はじめまして。ファンレター、はじめまして。ファンレターを書くのが人生初めてで結構ドキドキしています。ファンレターとか書いたことないな、俺もそう思ったら。おー、またいっぱい書いてくれてるわ。りーこちゃんです。突然ですが、私、レジスタンスに出会えたおかげで人生が変わりました。あれ？これ変なビジネスじゃないよな。レジスタンスって合ってるよな。私は昔から人と違うことがするのが不安で、怖くて興味があっても、やる前にどうして無理だろうと諦めちゃうタイプでしたが、占い師になりたくて、今年開業届を出して、あれ？これ変なビジネスじゃないよな、これ。大丈夫やんな。二人が頑張っているのを見たら、私も頑張りたくなって一歩踏み出せました。へぇー、占い師さんなんや。すげえな。俺もうなってほしいな。レジスタンス二人やから、つかきゅん、りょっくん二人でやってる時代やね、これも。いやー、そのあたり意外と歴史あるよな。もう3年でやってんねんもんな。はい、次。たったた。お、またおしゃれな柄。こんなんやろ。おー、なんかしっかりした。はがき？おー、すげえ。お、りょっくんや。いつもありがとうございます。感謝しないといけないくらいいつもお世話になっているなぁと感じています。いつも優しくて広い心を持っているりょっくん、みんなから愛される素敵なりょっくんがいつも近くにいれること近くにいてくれることとても嬉しいです。いつもありがとう。ナマステ。ゆいより、ゆいさんからですね。いや、愛されてんなぁみんな。はい、次。たお、ポムポムプリンや。ほら、お、すごい。レジスタンスのお二人へ。また二人の時なんてね。いつも楽しく動画見ています。キー昇格おめでとうございます。キーに昇格した時のやつよ、これ。すごいな。レジスタンスのキャラ全員大好きです。オフ会チケット完売で買えなかったので、あ、そうそう、いっちゃん最初のオフ会ね、やるって言ったけど、コロナのせいでおじゃんなったっていうあのオフ会ね。あ、完売やったんや、あれ。再販2部を心待ちにしています。絶対行きます。アミちゃん。アミちゃん、来いよ。オフ会、ついにできるから。みんなも頼むわ。へぇー。オフ会リベンジャーズの人もおるでしょ、中には。ありがとうございます。はい、これは、こんにちは。いつもワクワクしながら動画拝見しています。お、大学、新大学1年生です。名前は吉野さん、藤井吉野さん。あ、自粛期間中モチベーションを上げるために YouTube で大学についていろいろ検索していた時にレジスタンスさんのあるある動画に出会いました。自粛期間中にね、モチベアップにつなげてくれてんって。ありがたいね、本当に。いや、みんながおるから俺らもモチベが上がるわけですよ。わかる？わかる？またこれから4年間留年しないように頑張りたいと思います。大学1年生か。動画本当に面白くて好きです。50万人達成頑張ってください。50万人達成頑張ってくださいってことは、これ今年の手紙やな。今年の目標50万人って言っとったのにな。あれ？今20。たった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 たたたた。たらたらたらた。はい。来た。斉藤咲ちゃん。お、キーキューブって書いてる。レジスタンスだって。顔写真付きで送ってくれてます。二人の時やね。まだ綺麗な字やな、これ。北海道函館市在住、22歳斉藤咲と申します。へー。たまたまアパートに遊びに来た親友にこの YouTuber わや面白いから見てと報告し、深夜にポテチを食べながら二人で動画を見漁ったところ、後日ハマりすぎたと言ってました。友達に紹介してくれてんだよ。
すごいなぁ。はい。たったた。きた。みっちゃんへ。はじめまして、あずきちゃんです。毎日投稿お疲れ様です。イソーロメンバーとしてレジスタンスを支えていて本当にすごいと思います。大きな決断をして YouTuber をしていることは間違っていないと思う。うんうん。うつ病の病気大変ですね。もう治りましたよ。あ、自分もいくつかの精神病を持っているので理解できます。前に進んでいて立派ですね。人間生きるだけで偉いので甘える気を病まないようにね。みんなもそうやぞ。気を病むなよ。生きるだけで偉いんや。うんうんうん。ああ、すごいな。ありがたいっすね。本当に。たった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 たたたた。お、みっちゃんへ。ハートや。すげえ。初めて見た時からすごいイケメンだなって思いました。スーパードラゴンの松村和也くんに似てる。そうなんや。ラッシーからでした。似てんね。俺もちょっと見てみよう。ありがとう。お、ハルゴン怪獣からや。いつも動画を楽しんでおります。今大学で教員になるために頑張っています。夢に向かって明るく元気なあなた方の活動を見ていると頑張ろうと思います。感謝しかありません。やったよ。夢に向かって頑張ってください。ハルゴン怪獣、お前もな、そしてみんなもな、この動画を見てくれてるみんなもね。すごい、待ったかの2枚ぎっしりや。これすごいな。ハルゴン怪獣最近見てないな。元気かな。結構ツイッターであの時めっちゃ応援してくれてた子、あれおらんくなってるわ、みたいな。今日気づきますからね。あれ春馬富士おらんやん、みたいな。ハルゴン怪獣おらんやん、とかなってるから。寂しいからみんな、全然俺らから離れていくんはいいけど、元気にしてるかどうかだけ知りたいっていう、親的なあれです。はい。立川あかりちゃん。レジスタンスの二人へ。おー、またこれ二人の時のやつやな。19歳の立川あかりです。二人の頑張りがもっと多くの人に認められますように。二人の夢が叶いますように。お体には気をつけて。大好きっとね。私事ですが、何ヶ月か前に将来のためにビジネススキルを身につけようみたいなやつに誘われて、あと少しで30万円を払ってしまいそうな時にレジスタンスのマルチの動画を見て、怪しいんじゃないかなと思い引き返すことができました。今思い返すと一種のネズミ講のようなものだったと思います。すげえ役に立ってるやん、レジスタンス。マルチコネズミコから救ったよ、あかりちゃんを。すごいやん。すごいな、新海さん。やるな。俺もなんか救いたいな。俺もなんか救う系のことしたいな、俺も。ワクワクしてるだけじゃダメや。はい。はい、お、たったたったたったたた。ケイちゃん、26歳の誕生日おめでとうございます。そうそう、ヘアトリートメントもらったんよ。そよかちゃんからやね。動画では演技の幅が広くて、配信では仲良しな先輩みたいに話しかけてくれるケイちゃんが大好きです。素敵な1年になりますように。あざす。そうそう、友達感覚でやってます。はい、ありがとう。めちゃくちゃあるわ、あれいっぱい。じゃああと1個ぐらい読んで終わろうかな。本当は全部見たいんやけどさ、本当は全部ちゃんと読んでるでっていうのをちゃんとみんなに見したいんやけど、時間がないのでね。あんまり動画の尺の問題もあるんで、ケイ君へ。自分のとか優先的に見ちゃうよね。お、ケイ君へ。パチンコをあまりしないようにね。はい。気をつけます。